今日はですね、原発広告という4文字刺激的なタイトル の、セミナーなんですけれども、実は私も、このゲラを先週いただきまして、読ませていただきました。でそれで読んだ感想なんですけど、本当に本間さん、これまとめていただいてありがとうございます。安全幻想っていう、その言葉もそうなんですけど、その私たちがその311以前に原発に対してこうどういう、考えを持っていたかっていうのをちょっと思い出していただければなと思って、ちょっとご説明させていただきます。今日来ていらっしゃる方々、お若い方もいらっしゃるんですけど、ある程度の年齢の上の方々はおそらく教育を受けたことはないと思うんですね、原発に関する教育と。だけれどもエネルギーの3分の1は原子力であるとかですね、 CO2 を出さないっていうことに関してはおそらく皆さん頭の中に入ってると思うんです。でそれは誰がそれをやったのかっていうのはですね、これはもう明白で、繰り返しの刷り込みによる記憶、要するに広告がそれをやってのけたんじゃないかなって、僕は思ったんですね。65年にから普及開発関係費っていうのがあってですね、これ赤旗さんの資料なんですけどね、始まった時は7億6000万円、でも非常にリーズナブルな金額だったんですけど、2011年ですね、事故が起きた前の年2010年は269億円だったんですね。ものすごい伸びたわけですね。でこのコピーがすごいですよね。今地球上で最も重要な仕事を任されていると思います。その後、原子力の全てを担い、エネルギーの安定供給に貢献したいって言ったにもかかわらず、311のね、福井の原発はだって東芝が作ったくせに、全然その何もやってないとは言わないけども、要するに賠償の責任を負ってないわけですよね。でこれ、原子力損害の賠償に関する法律という、原賠法って言われる法律があるんですが、その中で2つありまして、責任集中と PL 法の適用除外っていうのがちょっと難しくなってしまうんですけど、何かというと原子力損害の賠償っていうのはもうまさしく原子力の事故が起きた時のに関する法律なんですが、そういう時には電力事業者のみが責任を負いますよと。つまり東京電力ですとか、電力会社、それが責任を負いますと。当時の第6回原子力委員会定例会の議事録なんですが、ここに書いてあるのは、メーカーの立場からは故意以外のものすべて、免責してもらいたい、つまり故意以外のものに関してはすべて責任を逃れたいという意向があるので、設置者、保険者、国の第三者間で問題を解決していきたいというような発言があるわけです。ありがとうございました。面白かったです。